ずっと待っていた。誰？長い間お前だけを待っていた。私、木之本さくら。みんなと一緒に香港へ行ったの。とっても楽しい旅行になるはずだったんだけど、でも今までとは比べ物にならないほどの危機が迫っています。よっしゃ、カードキャプターさくらの出番や。うん。闇の力を秘めし鍵よ、真の姿を我の前に示せ。